新大陸に行きますと、えー、アラスカのイヌイット族と、えー、アメリカオクラホマのカイオア族の写真をここへ提示しております世界はこう結ばれて根血の機会が時代が新しくなるほどこう多くなっていますのでできるだけこう写真として残されている資料でも古い時代の資料をここに挙げております。この方々もモンゴロイド の特色をほぼ全て備えておられる方々であります。ここにありますのは、あの南アメリカのテウェルチェ族、それからペルーのコニボ族の方々であります。これらのヨーロッパ人にとって、南北アメリカの先住民、この方々も皆モンゴロイドという大きな枠の中に入ります。モンゴロイドの中にも大きなグループはあのたくさんのグループがあるのですが。 大きくはそのモンゴロイドの枠に当てはまる人々であります。